妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、お姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティア6プレミアム中戦車、T-34-85-3 の派生試作車、T-34-85M3 だね。うむ。マップは修道院、マッチングはティア6オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、軽戦車さんたちの勢いもいいし、私たちも中央に向かっちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。むう、この軽戦車さんの減り方、敵は多めかな？狙撃もされてそうだし、ここは止まるね、お姉ちゃん。うむ。右側に展開している敵もいるし、強引に行くにもちょっときつそうだね。でも、このままだと中央は完全に取られちゃうよね。うむ。それも芳しくないんだよね。ここはちょっと消極的だけど、左の建物の隙間に入り込んじゃおうか。50メートルルールで、最低限の偵察にはなるだろうからね。了解だよ、お姉ちゃん。軽戦車さん、まだ一両は残ってるね。うむ。入り込んだ敵中戦車はローダーさんだったからね。リロードになったのかもだね。あるいは、こちらの陣地からの攻撃を警戒したのかもだね。と、六艦さんが反応したね。これは50メートルルールのものだろうから、これなら敵に中央で好き勝手されにくくなりそうだね。あう。軽戦車さんやられちゃったね。むう。そして敵の T-34-85-3 が来てるね。中央に入り込むときに、確実に通行量を取りに行っちゃうね。うむ。と、エジプトさんがバックできたね。もう一発撃ちに行っちゃうね。ナイスショット大妹よ。そして自走さんもナイスショットだね。と、AMX さんが仕掛けているし、ここは私たちも続こうか。了解だよ、お姉ちゃん。ワンマガジンで倒しきれないと危ないし、急ぎ向かうね。よし、ナイス撃破だ味方さんだね。そして AMX さんもナイス撃破だね。あれ？でもこれだと私たちの出番ないね。あわう。そしたら東の通路が騒がしいし、東への援護射撃と言っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。上からどんどん撃っちゃうね。む、今車線通ったと思ったけど消えちゃったって、再度登場だね。狙い撃つね、お姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。よし、下がってくれるのならまだまだ撃てそうだね。いいね、お姉ちゃん。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。次は T-153 を狙ってみるね。うむ。建物があれだけど、よしよし、車線は通っていたね。ナイスショット大妹よ。あと一発だったけど、これ以上は撃てなさそうだね。そしたら西部隊さんが敵陣を攻めそうだし。と、北東に敵 A だね。北東に来てる敵は、トラさんと 105mmVK さんだね。うむ。ヘルニャンがいるけど、接近戦でフルヘルスの重戦車さんの相手は厳しいからね。ここはヘルニャンの支援に回ろうか。了解だよ、お姉ちゃん。あう。やられちゃったね、お姉ちゃん。むう、引き込んでくれれば撃てたんだけど、ちょっと位置があれだったね。と、出てくるかな？ナイスショット大妹よ。くう、3発目は間に合わなかったね。とと、背後に T-153 だね。あわう。車線はダメっぽいね、お姉ちゃん。うむ。そしてこの場面、どうしたものかな。自陣を守りに行くか、敵陣を攻めるか、迷っちゃうよね。うむ。でもここは、先に敵陣周辺の敵の総統から行っちゃおうか。自陣は味方さんがクロスを組んで守ってるし、自走さんもいるから、そうそう客はされないだろうからね。了解だよ、お姉ちゃん。多分自走さんは南東だと思うから、そちらに向かうね。うむ。それと T-153 が戻ってくると思うから、その対処も忘れずに、だね。と、早速来たね。ナイス撃破大妹よ。そして自走さんも発見だね。軽戦車さんはヘルスピンチだし、このまま撃ちに行っちゃうね。うむ。ナイスショット大妹よ。そしたら大急ぎで自陣の防衛、もとい、自陣にいるトラさんから、よだめをもらいに行っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。この後は、T-34
トラさんを倒して、無事に勝利になりました。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2777、キル数2、アシスト403、棒ダメ885。スコアは1259でチーム内トップ。1バッジと大口径、1優等をゲットだね。今日のバトル、序盤中央を敵に取られちゃったのはあれだったけど、AMX さんや自走さん、そして西の味方さんのおかげで取り返せちゃったのは良かったよね。本当だねお姉ちゃん。やっぱり中央は大事だもんね。うむ。収支は、通常段オンリー運用だったから、いい感じの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。